今日は現役の介護士の A 子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。ここ食べ飲み放題なんで明日の分まで一応先言っておきますね。ここは私 YouTube でも撮影したんですけど、個人的にはこれとこれがめっちゃ美味しいんですよ。ちょっと食べて、食べ放題、食べな損体。個人的にも利用したことあります、30個は食べて。30個は食べんと意味がない。元が取れないってことですか。元取ってよ怒るけん。バクバク食べて。あ、おやつもありますよ。つまみながらいろんな話をしていきましょうかな。美味しかろう。で、介護歴は何年ですか。20代でまず4年。じゃあ初めての仕事が介護士。介護士です。で今の職場は30代で入ったから、もうかれこれ25年。あ、長いね。じゃあね通算すると通算すると長いです、ね。じゃあ他の仕事はしたことがないんだ。あります。何したの。事務系、まず事務系の仕事、でまあ3ヶ月ぐらいで辞めたけど、印刷会社の下請けで入力の、原稿の入力の仕事とか。でもやっぱ介護士が良かったけん長いたいね、一番。そうですね、もう男性の中で働くよりもそっちの方が精神的楽。でも介護士って基本的には女性の職場的な感じ。私が新人でついてた時はもうほぼ女性でした。じゃあ意外に女の世界なんだ。女の世界です。男何割程度。2割とか全体の。あの時、看護師で2名ほど、男性の看護師がいました、それ以外は全部女性でした。実際のところ給与面とかっていうのはどうですか。給与面は、はっきり言って安いと思いますね。仕事の内容からして。最初の頃は新卒の時、時は別に親元と一緒にいたから安いとかそういったの意識、やっぱり新卒だからなかったんですけど、今ずっと続けていってたらやっぱり安いかなと。ボーナスは？ボーナス、ボーナスあります。スズメの涙。1ヶ月分の給料にプラスアルファしたぐらい。でもないよりマシやん。ないよりマシです。考え方によるんですよ、ないよりマシ、ね、だってもともと別に絶対はないっちゃから。そうね、そうなんです。ボーナスのないところも今当たり前にあるわけだから、それ考えたらないよりマシなんですよ。で今正社員。正社員です。長いね。でも勤続長いですね。長いね。ってことは今までいろんなことあったっちゃうね。ありましたね。気になるのこういじめとか。やっぱりいじめはですね、私は仕事が一人前になるまでに、新人の時も20代の時もそうなんですけど、もう言葉的にきつかった。どんな風に言われるの。なんやろ、目の前で嫌味を言われたりとか。いかその20代ですよ。言わない。でもあんまり言われて歯がいいから、20代の時生かしたことありますけど、ね、今思うとものすごい怖いけど、ベテランさんに、その人めちゃめちゃ怖かった人なんですけど、でも今思えばありがたい。だから強くなれたっちゃうね。強くなれるし今も続いてる。言葉だけ。他はなんか、ないですね。ない。なんか隠されたりとか。あ、そんなの全然ないです。女の世界ってね、意外に汚いもんね。いろいろあるね。私も夜の世界とかね、いろいろ知っとるけど、まあ女の子ほらなんかねちっこいたい。ねちっこい。私が初めて自立の患者さん、もう本当に見守りだけで、全く介助しない患者さんですよね、頭もクリアで、食べながら、クリアで食べなそうやから、その患者さんの見守りをナースと一緒にしてたら、たらセクハラ。セクハラですね。まあ、やっぱおるっちゃね。で、結婚してんのとかそういったことを言ってて。ボケてないの。ボケてない、ボケてない。普通に言ってくるんや。普通に言ってくる、で、新卒だったから、でそこを強調させてもらうけど。でも結婚してないのとかはセクハラになるの。
なんかおさりとかそんなにないの？それはないな、うん、私はなかったけど、他はただこの人でもあったりとか、他の患者さん、他のナースの人とかは、うんうん、なんかやられそうにな、そうやって触られそうになって、ね、なんかじいさんとかでもおるよね、なって、うん、その人はたまたま、そのナースはたまたま、うん、剣道かなんかやってたから、うん、逆に腕をねじ伏せて、うん、やり返してましたね。なるほどね、まあ、強い人ならいいけどね、うん、私はたまたまそばに行ったナースが、うん、それで助け舟を出してくれて、うんうん、もう結婚してるよって言ってくれて、それでその場は過ぎたんだけど、うん、その次に昼休みにコーヒーを買いに行ってたら、また話しかけそうにな、かけられそうになって、うん、しかとしてたら、それから以降は亡くなってましたね、うんうん、あ、まあどこの職場に行ってもいろんな問題はね、つきもんやもんね、うん、やめて移ってもね、結局多分その患者さんは政府で家族いなかった方だと思います、うん、ああなるほどね、いろんな人が当たってくるもんね、うんうん、これはすごかったみたいな患者さんとかおる？うーん、そうですよね、まあほとんどそういう患者さんだとかの当時のあの病院は、あ、いいよ、飲み込んで飲み込んでいいよ、うん、パンパン、これこれ、ちょっとこれで飲み込み、あの当時の患者さんでそんなにひどいっていうのは、まあ女性に対して、うん、男性の患者さんが女性の、うん、ナースとか、うん、いきなりに対して、まあ、ジロジロ見たりとか、うん、聞いたナースから聞いた話だと、夜、うん、夜勤の時に、なんか似た似た笑いながら聞けたとか、うん、そういう話は聞いたことな、うん、ありますね。あとさ、世の中でほら、こう、事件とかもあるわけじゃん。介護士がこうした、あしたとか。やっぱそういう人たちもおるった。うん、こうテレビでしかね、見んけど、うん、やっぱり、ね、例えば自分が身内を預けた時に、なんかいろいろあったとか、こんなことをされたとか。私は 母方の祖母が入院してた時に、うん、まあおじたちから親戚から聞いた話だと、うん、なんか転倒したと。へえ。そうなんですよ、うん、で周りから、うん、転倒させられたの？転倒したんじゃない、転んだんじゃないかな、認知も多分あったから、うんうん、あ、でその時に、その時に周りからはなんか訴えろというふうに言われたけど、うん、まあ長く付き合わないといけない病院だから、うん、その訴えることはしなかったんだけど、病院の方がなんかずっといていいですよということで、亡くなるまでそこにいたそうです。病院にとっても多分表に出たらやっぱりまずいことだろうから、でも表に出たらまずい話とかいっぱいあるよね、世の中。まああると思いますよ、ね、 あるよね。私あんまりそういうの、うん、個人的には耳入ってこないんですけどね、うんうん、多分あるでしょう、あるとね、あの口止めだったりとかね、多分上層部の方で口止めとかそういったのあると思います、うんうん、あると思うよね。あの介護士さんって基本的には既婚者が多い？いや、女性はバツイチが多い。あ、やっぱりそうなんだ、バツイチ多いんだ、うん。ナースは、うん、今の職場のナースは、うん、結婚してる人が多いし、うん、新婚さんも多い、うん、あ、そうなんだ、うん、へえ、やっぱ若くても介護士になりたくて入ってくる人もおるったよね。は独身かな、今、うん、下で20代の子がいるけど独身かな、うんうんうん、結構ハード、ハード介護士って体力ないとやっていけないと思います。あ、もうそれはもうはっきりはしていただきます、うん、これからなりたい人とかにちょっとアドバイスを。なりたいと思うんだったら、うん、もう本当仕事のハードさ、うん、金銭面には目を向けないで。だって安いっちゃうもんね、安いから、うんうん、それと私個人なんだけど、うん、お金って長く勤めて、うん、後からついてくると思ってるから。今ついてきた？ついてきてないの？ついてきてるかな？ついて、貯金してますか？貯金はできてないけど、うん、あの永年賞与って言って、うん、5年10年、うん、と勤務したら職場からお金がもらえるんですよ。もらえるの？私が20年で15万もらいました、うん、でキャリーバッグ、この間これ言っていいのかな、キャリーバッグ売っちゃったんですけど。ああ、それもプレゼント。そう、もう、まあ、いらんもんやからね。そう、うん、すいません。なるほどね。じゃあさ、副業とかやってる人もおるっじゃない？お給料安いと。
実際バレないレベルで、うん、だってバレないレベルで多分口外してないけど、してないけどいる人はいるかもしれないですね。ね、だって手取りでね、うん、大体どのくらいなの？私が手取りで18万です、うん、今50代でしょ、うん、ってことは20代とかってもっと安いの？もっと安いと思います。一人暮らしきつくない？きついと思いますよ、うんうん、バイトも1個ぐらいせんと。そういう話は聞かないけど、うん、ただ安いから不満を言う人はいるけどね。不満言ってもね、増えんけんね。増えません、うんうん、どうしようもないよね、うん、だけ仕事取るか。そうそうね、うん、しょうがないもんね、うん、だけど本当好きじゃないとまずできんじゃない、うん、できない。介護の世界、うん、福祉の世界、うんうん、私が最初辞めたのは自分の先の将来、うんうん、がやっぱりちょっと不安になった。このまま続けていっていいのかなというのと、うん、違う仕事をちょっとやってみたいという気持ちと、今不安とか、うん、不安はあるけど、うん、もうどうにかなるかな。結構ね、50代独身女性今多いもんね、まあ、罰も含めて、うん、たら今後どうしようとか、ね、自分もいつか介護される身になるわけやん、うん、ね。だけ今こう見ようとなんかだんだんこう置き換えて考えるやろ。置き換えて考えて、うん、やっぱり私も将来こういう認知になるのかなとか。だってさ、ならん保証がないだ。そう、ない、ね、ないです、うん、いつどうなるかわからんけん、そうなった時にとか思うと、うん、いやなんかちょっと不安がよぎるよね、うんうん、そっか、いろんなことがあるよね。でもやっぱお金はないよりある方がいいし、うん、もっとかんとね、そういう例えば施設に入るにしても、うん、だって施設もそこそこかかるじゃん、ね、かかります、かかります。どれくらい、まあ、場所にもよろうけど、うちの関連施設はなんか予約待ちだそうです、うん、で1ヶ月いくらぐらいの？あそこまでちょっと把握はしてない。15万とか、まあ、結構高いっていうのは聞いてますね、うん、高くても20万ぐらいかな。どうなんだか、どうかな、全然そういう情報入ってこないから。一人部屋なの？一人部屋、うん、一人部屋だと思います。でさ、患者同士でなんか恋愛とかあったりするって私聞いたっちゃけど、それ本当？へー、どうだ、今、あの、話はよく談話室に出ることがないから、うん、そういうのはないけど、まあ、仲がよく、仲がいいっていうか、よく話する患者さんとかは、うん、でも見たことありますよ。聞くよ、なんか。カップルみたいな。カップル、うん、でも既婚者ですもん。あ、独身も来るやん。独身、あら、旦那が先亡くなったとかさ。ああ、うん、まあ話はするけど、そういうラブラブみたいなのは見えないけど。あとほら、介護士にこうね、うん、一目惚れとかさ。あ、それは昔なんか、でもありそうやね。あって、うん、あったけど、患者さんの方が振られたかな、うん、うん、ああ、まあそうなるよね、うん、へえ、もう一方的な片思いで、うん、まだその患者さんいるから。あ、いるけども、あ、そうか、よその病院行ったって聞いたか。ちなみに今まで勤めてきて、こうなんか社内恋愛とかないの？ないです。え、なんで？全員私より年下。いいよ、若い、若いつまね、ダメ、変な人ばっかり。あ、若いのはダメ？やっぱ年寄りが好き？いや、年寄りとかじゃなくて、うん、対象に見れない。いくつから対象なん？私同い年じゃないとダメ。あ、じゃあ55やん。うん、55、同級生か、うん、同級生がいいの、うん、同級生限定、うん、うん、限定ってなるとなんか難しいね、なかなか。あの50代やったらほらいっぱいね、うん、おるけどさ、うん、うん、え、同級生で、うん、あとは、あとは、うん、まあ知識のある人、博識な人、うん、じゃあ頭がいい人だね、うんうん、常識があって、常識があって、うん、でもそれを鼻にかけてない人、うん、で貧乏でもいい？貧乏でも頑張ってるっていう姿勢があれば食わしてやる。うん、家のこともちゃんとしてくれれば。ああ、うん、主婦みたいな。今おるやん、主婦。うん、そんな感じ、うん。それでもいいんだ。うん、あ、今おるもんね、男性でもお家のことやって、うん、ね、主婦ですみたいな。うん、毎日新聞だと、うん、もうかなり前読んだ記事だと、うん、主婦になりたいっていう男性でました。かっこ紐。紐という違うと思うけど。かっこ紐みたいな。ね。え、だっけ仕事せんでお家のことだけするという。
だけど食わせないかんってことだ。でも遊ぶわけじゃないでしょ。まあ遊びはせんけど家のことしかせんよ、うん、家のことと、うん、まあ自分で何か資格取る勉強するとかそういうのであれば私は面倒見る、うん、見れるかもしれない。拾えないかもしれない。なるほどね、うん、へえ、そうなん。これからちょっとじゃあ 親御さんを預けるね、あの方にちょっとアドバイス、みんなどこに入れようかなとか、こう大丈夫かなとか、やっぱ不安感があるわけだ。まず、うん、まあケアマネさんとよく相談して、うん、だって相性って絶対あるじゃん。相性があると思いますね。で、合わんとこもあるじゃんね、実際ね、うんうん、かな。私も自分の親が亡くなってるから、うん、ちょっとその辺がピンとこないんですけど、何所か、もしあれやったら、あの変えたらいいやんっていう話、変えて相談して変えてみるとか、うん、そういったこと。何回も変えようとおるん、合わないっていう話とかよく聞きますよ。あ、やっぱあるって、うん、その施設と合わないの？ケアマネさんと合わなかったりとか。ケアマネと合わんってこと、うんうん、あまりよくしてもらえないとか頼りないとか。それ誰が決めるの？でも本人ボケ取ったらわからない。家族がでも話し合うと思います。あ、家族的に、家族から見てね、うん、あったらもうチェンジでいいと思いますよ。うん、合わないとこ行くよりも、まあ、病院もそうやもんね、セカンドオピニオンだったりとか、ね、うん、そういうのあるもんね。そうよ、会うところが一番よね、うん、だっていつまでおるか分からんけど、大体2ヶ月限定ですもんね。あ、2ヶ月限定なの？2ヶ月です。今地域包括だと2ヶ月です、うん、あ、決まりがあるんだ。決まりがあります。昔みたいにもう長くは入れないです、うん、じゃあその後どげんすんの？その後、うん、まあ要するに転移。大変やん。大変ですよ。だから家族大変だと思いますよ。2ヶ月期限が一応あるから、まあ期限過ぎても少しは入れるかもしれないけど、うん、まあ大体期限内に転移、うん、じゃあ2ヶ月おきにこうどんどん変わっていくって患者が、はあ、そういうシステム、うん、今そういうシステムです。え、病院や、お院、病院です。え、夜勤とかは？私の病院はケアワーカーはもう夜勤なくなりました、うん、数年前に。え、患者さん夜1人？ナースが3人見てます、うん、あ、ついてるんだね。で、7時まで恐れがついてます、うん、ね。あ、そうそう、1個聞きたかった。お風呂入れたりとか、うん、ああいうのって男の患者さんって男の人がしてくれるの？いや、女性が入れますよ。え、うん、女性入れますよ。だって女性しかいないもん、自分のところ。え、ってからでも全部洗ってあげるの？うん、ただあの恥ずかしい部分は、うん、どうするの？自分で洗える人は洗ってくださいって言って。洗える人はもうこっちで洗ったりして。え、じゃあもう結構みんな手慣れてたもん？まあ恥ずかしいって言ってられないもの。じゃあもう慣れやね。慣れです。へえ、うん、そうなんだ。え、でも男の介護士は女性を洗ったりしないやろ？嫌がる患者さんの場合は洗わないです、うん、嫌がらんかったら？嫌がらんかったら洗います。へえ、うん、そうなんだ。でも患者さんの方も、うん、もう自分この年だからって見られてもって言って、うんうん、恥ずかしがらない患者さんもいますね。でもさ、うん、男の患者さんとかでこうなんか気持ちよくなってとか、そんな、ないと思いますよ。そんな今までなかったから。もう年やけん？いや、もうそんなん言わないんじゃないかな。へぇ、うん、もっと洗ってくれとか。まあ下ネタ的なことは口に出すことあっても、うん、もうスルーしてるから、いちいち取り合えないから、はいはいみたいな、うん、もう時間に追われてるんで。お母さんみたいな。そんな感じ。そんな感じ。ああ、なるほどね。もう見慣れたっていうか、手慣れたもんなんよね。じゃないとでもできんね、やっぱいろんな。できんですよ。いやいや、うん、お風呂とか大変そうと思って。汗びっしょになりますよ。いや、夏とかも大変そうやん。夏、今の、うん、あの風呂場、うん、窓ないんですよ、うん、昔のお風呂、急病院だった時は、うん、窓あったんですよ、うん、ないから、うん、全部閉め切って、うん、そこでゴシゴシ、そこでゴシゴシ、うわ。で、クーラーもつけれないから、患者さん寒いって言われるから。私ら暑いけど。いや、もう汗まみれで。だから化粧しても意味ないと思って。落ちるったね。落ちるから。でもさ、そんなハードに動いとったら痩せそう？最初は痩せていく、うん、うん、
慣れてきたら安定して太っていく将来的 なんか夢とか野望とか将来的な夢、うん、まあ、定年退職したらゆったりとなんか、うん、島かどっかで島ゆったりとどっかで暮らしたい。あ、うん、一人で、うん、一人でもいいしみんなとでもいいし、うん、ワイワイガヤガヤでみんなほら独身ハイツかなんかそれでもいい、ね、それいいよね。ちょっと密かな夢、私も、ね、どうせ多分みんな、ね、うん、残り物の方が多いけど、うん、でもみんなで住んどったら何かあった時に、うん、ね、病院に連れて行ってあげたりとかしてあげれるし、うん、なんか安心、近くに知り合いがおったら、うんうん、で私ずっと忘れてたんですけど、うん、独身って決めてから、うん、独身ではいたいけれど、うん、でも一緒に話をしたりとか、茶飲み友達か、うん、茶飲み友達とか欲しい、茶飲み友達は欲しい、欲しいなと思って、うん、今までいろいろ習い事とかしてたけど全然そういうの友達ができなかったから、できんのなんかできなくて、料理教室とかも行ってたけど、うんうん、できなくって、やっぱりグループで行ってる人が多いから、うん、じゃあ今一番友達多いじゃない、ね、そうなんです、そうよ、本当よ、そうなんですよ、楽しいやろ、でも、うん、なんか友達がおるっていうと、うん、ちょっとしたお話したりさ、うん、どっかじゃあ今日ご飯行こうかとか、うん、ね、だん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 年取るとね、やっぱり一人よりも、うん、なんか周りに人がおった方がいいね、うんうん、ボケ防止にもなる、なります、ね、頭も使わないけんし、うん、会話もせないけんし、今若くてもボケるちゃう、若年性ってなんかあるみたいですね、あるやろ、え、50代とかでもおるんて、でもおるけど、うん、あの介護保険の対応には年齢が若いからなんないんですよね。あ、そうなんだ、65からやっぱり、じゃあ若くてボケても損だそういうことやろ、そういうことです、うん、ね、だけんでも若い今ぐらいからやっぱりしっかりとよく動いて、うん、運動して、うん、何でも食べて外に出て太陽浴びて、うん、人と交わると、え、それは健康の秘訣じゃないですか、健康の、うん、そうだと思います、やっぱいろんなこと考えんとね、脳もね、うん、退化していくんだ、そうなんですよね、うん、なんかあのアドバイスありますか、健康であることの条件、健康であること、うん、まあ、うーん、猫が亡くなってからは、うん、早く寝て、うん、睡眠、早く起きる、ね、睡眠をよくとる、うん、睡眠とる、食事をする、うん、まあ、適度に歩く、歩いて出かける、うん、趣味を持つ、うんうん、そんなんかな。